ジョナサン・メンサーは、ガーナ・アクラ出身の同国代表サッカー選手。ポジションは DF。メジャーリーグサッカーコロンバスクルー所属。ジョン・メンサーとの混同を避けるために、ユニフォーム等では、ジョナサンと表記される。初期母国ガーナプレミアリーグのアシャンティゴールド SC で、プロデビューし、2008年のオフシーズンに、PSL のフリーステートスターズ FC に加入した。 2009年8月にギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC のトライアルを受けたが、外国人枠の問題で遺跡は破断となり、引き続き南アフリカでプレーすることとなった。ウディネーゼ2010年1月にセリエ A のウディネーゼカルチョに遺跡。同年7月27日、ウディネーゼと同じく、 ジャンパオロ・ポッツォがオーナーを務めるセグンダ・ディビシオンのグラナダ CF に1年間のローンで加入し、プリメーラ・ディビシオン昇格を経験した。エビアン2011年7月8日、リーグ案に昇格したエビアンとの、ガイアール FC と4年契約を結んだ。2012から13シーズンはコンディションに苦しみ、リーグ5部に所属するリザーブチームで6試合に出場した。 2013から14シーズンはトップチームに戻り FC 訴訟とのリーグ開幕戦にフル出場した。2015年5月25日、当時ウディネーゼとの契約が有効であったにもかかわらず、フリーエージェントと偽りエビアンと契約したとして FIFA から代表戦を除く4ヶ月間の出場停止処分を課された。アンジマハチから2016年2月23日、 ロシアサッカープレミアリーグの FC 安島8からと2年半の契約を結んだ。コロンバスクルー2017年1月3日、コロンバスクルーに移籍した。2009年にルワンダの木狩りで開催されたアフリカユース選手権の優勝メンバーの一員となり、同大会の優秀選手10人にも選出された。この活躍により、南アフリカワールドカップのメンバー入りを果たし、 それまでマイケルエッシェンが背負っていた8番を引き継いだ。センターバックのレギュラーであるアイザック・ボーサーがセルビア戦で負傷して以降はジョン・メンサーのパートナーとしてその穴を埋めた。グループステージ2試合に出場、決勝トーナメント1回戦でもプレーし、アメリカに勝利を収めた。累積警告により出場停止となったウルグアイ戦でチームは PK 戦の末敗退した。 2014年6月2日、ドイツワールドカップのメンバーに選出された。開幕戦で再び、アメリカと対峙し、スタメン2名を連ねたが1から2で敗れた。アフリカネーションズカップ2015では全、試合フル出場。コートジボワールとの決勝は、PK 戦で敗れ準優勝となった。ありがとうございます。